NBA のシーズンもついに大詰め。残るチームは4チームとなり、東西のチャンピオンを決めようとしています。その中でもまるでドラマのようにここまで勝ち上がってきたのがデンバーナゲッツ。1回戦からユタジャズを相手に1勝3敗と王手をかけられながら、ジャズとの激戦を制したナゲッツはウエスト準決勝で優勝候補のクリッパーズと対戦。そこでも再び1勝3敗に追い込まれてしまったナゲッツ。しかしそこから不死鳥のごとくさらなる大逆転劇を見せたナゲッツは、レイカーズとのウエスタンカンファレンスファイナルへと進んでいきました。約11年前、カーメロとコービーが点取り合戦を繰り広げたのも記憶に新しいこのウエスト決勝で、2009年以降初となるレイカーズとナゲッツの対戦は第一戦から激戦となっていきました。バスケは3層、どんばんばです。はい、ついにナゲッツ対レイカーズのカンファレンスファイナルがやってきました。果たしてこのカンファレンスファイナルで僕の推しメンボルボルは日の目を見ることができるのでしょうか。というのは冗談で、たくさんの見どころがあった第一戦、早速振り返っていきましょう。ナゲッツのここまでの快進撃を支えてきたのがニコラ・ヨキッチとジャマール・マレー。今や NBA 1のパス能力を持つビッグマンとなったヨキッチ。そのパス能力に加え柔らかいシュートタッチを持ち、このプレーオフではここまで3ポイントを 44% で沈める、一人で止めることが難しい選手。相手チームは毎試合ヨキッチにやられるか、または他のプレイヤーにやられるかを選択せざるを得なくなります。前回の試合でクリッパーズはヨキッチを止める選択をし、ダブルチームを送りますが、チームメートへのカットインを敵チームが見送れば正確なパスを供給し、チームメートのカットインを敵チームが止めてくれば空いた外のプレイヤーにキックアウト。恐ろしいまでの視野でクリッパーズのディフェンスを崩壊させました。そしてこのプレーオフで一気にグッドプレイヤーからスーパースターへの階段を駆け上っているジャマール・マレー。プレーオフを通しここまでシュート成功率 50.2%、 スリーポイント 49.1%、 フリースロー 91.3% とごく一部のシューターしか達成できない 50-40-90 のペースで平均 27.1 得点をスコアしています。ナゲッツはシーズンを通してマレー、ヨキッチとこの2人の2面ゲームを練習してきました。前回の対戦でもクリッパーズ相手にこの2人のコンビネーションが炸裂。ですが序盤、ヨキッチのオフェンスはレイカーズのスタメンセンタージャベール・マギーの素晴らしいディフェンスに阻まれます。ロケッツの試合ではマッチアップの問題から出番がなく、暇そうにしていたマギーとハワードのセンター陣ですが、 AD、マギー、ハワードと機動力のあるセンターを揃えているレイカーズはヨキッチに対して相性が良く、とりわけシーズン中ヨキッチはアンソニー・デイビスとのマッチアップに苦戦していました。この試合でもヨキッチはデイビスのスピードに苦戦しており、ロンドからデイビスへのアリウープが炸裂。レイカーズはディフェンスが得意でないヨキッチのところを集中的に狙ってきます。クリッパーズ、バックスと優勝候補のチームが続々と相対した今年のプレーオフ、その勝敗を分けたのが頼れるプレーメイクができるポイントガードの有無でした。レイカーズはレブロンが下がってもロンドがいます。このレベルのプレーメーカーを2人揃えるチームは残るプレーオフ4チームの中ではレイカーズのみ、大きな強みだと思います。プレーメーカーの話をすれば、この試合でもヨキッチのパスが光っていました。彼を警戒してレイカーズがダブルチームに来れば素晴らしいパスをさばき、来なければ1人でスコアしていきます。すでに NBA 史上最高のパス能力を持つビッグマンとの呼び声高いヨキッチですが、その先駆けとなったのが同じく万能ビッグマンであったレジェンド、クリス・ウェバー。偶然この試合の解説を務めていたウェバーも、レブロンやヨキッチのようなプレイヤーはそのパス能力で周りをよりいいプレイヤーに変え、自身をもアンストッパブルにしていると絶賛していました。第2クォーター開始後、レイカーズはレブロンが相手選手の足の上に着地し、足首をひねってしまうという最悪の事態に見舞われますが、その怪我はただレブロンを強くするだけでした。Good pass and James hammers one home.Here comes Caruso. He's got LeBron James right there. 怪我にめっぽう強いってことが、レブロンがここまでの選手で居続けられる最大の理由の一つなんだなと改めて実感させられた瞬間でした。前回の試合で出番のなかったハードもベンチからコートに現れると、いきなりインパクトを残します。ヨキッチに対して素晴らしいディフェンスを披露し、審判に見えないところでベテランらしく心理戦を仕掛け、ヨキッチをイラつかせると彼をファールトラブルに追い込み、さらにマレーをもファールトラブルに追い込み、ナゲッツのベストプレイヤー2人はベンチに戻らざるを得なくなります。このクォーターのレブロンもやはりアンストッパブルでしたが、レイカーズの強みであるディフェンスからの速い展開を生み出していたのがハワード。以前スティーブ・ナッシュと共にレイカーズに加入し、優勝を期待されるレベルのチームを結成し、当時全盛期だったハワードですが、期待に応えられないままわずか1年で退団。コービーやレイカーズファンの怒りを買っていましたが、その後はチームを転々とすることとなり、自身のキャリアをかけエゴを捨てて自分の役割に徹した16年目の今年、ハワードにとって再び評価を取り戻した1年となりました。
エース2人抜きで試合の大部分を戦わなくてはならなくなったナゲッツはレイカーズのディフェンスに解決策を見つけられず59対70で前半を終えます。第3クォーターマレーとヨキッチが戻り反撃したいナゲッツですがこのプレーオフでチームで3番目の得点源となっているマイケル・ポータージュニアが絶不調。ルーキーながら卓越したオフェンス能力で NBA 再開後のオールバブルセカンドチーム入りも果たしたポーターですが現状ディフェンスが課題となっており、そんなポーターをロンドは見逃さずスピードで抜き去りレイアップを沈めていきます。そしてロンドはデイビスとの通面ゲームでヨキッチを狙い素晴らしいアシストを決めていきます。ペリカンズでの頃から相性抜群だったこの2人ですがプレーオフでこの2人のコネクションはレイカーズの最大の武器の一つとなっています。ヨキッチは第3クォーター終了間際に5個目のファールを犯し再びファールトラブルに陥ります。ナゲッツは24点差をつけられ最終第4クォーターへ。その直後にプレーオフで輝きを増しているロンドの3を食らいますがナゲッツはマイケル・ポータージュニアの連続得点により少しずつ勢いに乗り出しレイカーズのオフェンスは一時停滞しかけていました。しかしその危機を救ったのもロンドでした。ほとんどバックボードの裏からフローターを沈めまたしても針の穴を通すようなパスで AD にアシスト。試合をコントロールしナゲッツに流れを渡しませんでした。そして試合終了間際には私バンバのお気に入りそして皆さんのお気に入りボルボルが入ってきました。2メートル21センチの身長からブロック不可能なフェイダーウェイを沈めていきます。ボルが成長して彼が主力を務めるナゲッツが早く見たいですね。まあ、怖いですけどね、これだけのチームにポータージュニアとマレーもそうですしボルボルもまだ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 若いわけですから。ちなみにボルボルについてはこの動画でどこよりも熱く語ってるのでおすすめです。経験の少ないボルボルを出すことは実質上白旗を上げることに等しく、レイカーズは12点差でナゲッツとの第一戦に勝利します。しかしデンバーファンはもうこんなの慣れっこでそこまで頭を抱えてないのではないでしょうか。30点差をつけられても1勝3敗に立たされても2度にわたって崖っぷちから勝ち上がってきました。ヨキッチやマレーを大事な時間帯で欠いたこの試合、1勝さえすればナゲッツならまだまだいけるはずです。ただ確かにね、3勝0敗にされたらかもしれないので次回以降の試合も本当に目が離せませんよね。皆さんはナゲッツとレイカーズの勝敗予想はどうでしょうか。僕はやっぱりヨキッチに対抗できるビッグマンを3人も抱えるレイカーズは結構これはね大きな部があるなと思い、4勝2敗でレイカーズの勝利と予想しておきます。ナゲッツに裏切ってほしいですけどね。皆さんの予想やこの試合の感想もぜひコメント欄に残していってください。4連休ですしね、久々に今日の試合のことを話しましょう。コメント返してきます。それじゃあ次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。